ただいまから、ゼロから白被爆問題ということで、放射能に関する基本的なことの初期講座じゃなくて何でしたっけ、基礎講座ですね。基礎講座を始めさせていただきます。私司会進行させていただきます当学習会世話人の栗原と申します。よろしくお願いします。それでですね、まず私の自己紹介といいましょうか、簡単にさせていただきます。何を紹介するかといいますと、私のこの放射能ということに関しましては、本当によくわからない広く浅くしかわからない人間ですので、おそらくお集まりの皆さんに比べましたらば、だいぶ司会進行も、心もとなくなってしまうかと思いますので、それを最初にお断りさせていただきます。それで今日、お話しいただく通称五右衛門さん、お名前は石川さんっていうんですけども、石川五右衛門ということで、私もなかなか五右衛門さんって言えなかったんですけど、最近やっと五右衛門さんと言えるようになった、そういう間柄でございます。それで五右衛門さんはダジャレが大好きな方ですので、途中半分以上ダジャレになるかもしれませんけども、それは一応ご自身の頭の中で整理していただいてお聞きいただければと思います。それから進め方なんですけど、詳しい進め方はしてないんですが、要は本当にあれなんですよね、ザックバランっていう言葉もあるんですけども、あまりこう、気を使わずに、もし途中ですね、わからないことがございましたらば、どんどん手を挙げてですね、ここがわからないとか、ここはどうなってるかっていうのをですね、ご発言いただいてよろしいですよね、五右衛門さん。はい。ということで、最初の挨拶が長くなっても恐縮なので、ただいまからこのゼロから白被爆問題につきまして、石川さんにお話をしていただきたいと思います。もしも聞こえます？ダメ？ほぼ同じです。ダメ？場所ってこっちの方がいいかも。声が声がずらってすいません、雨の中、雨降れば地固まるから、あと縁起がいいところで、よろしくお願いします。まず自己紹介です。私は子供の頃は星ばっかり見たんですね。要するに上の空だったんです。それで、こっちにいたので、これ、去年のちょっと拝借したんで、今年で76になります。で、去年、おばさんが106歳で亡くなりました。106歳から見えないから1年経っても年は取らねえだろ。それでね、それは無理。まだ私がそこへと放たれ、本当に放たれてるの、放たれてる。はい。中学高校は友達と天文とか SL をやってました。サイエンスフィクションっていうか、スリラーフィクションっていうか、いろいろ言われるんで、よくわからない。それと、月面惑星研究会とか、宇宙気流、両方ともなんか、いろいろ、書いてました。わけのわかんないこと書いてました。そして、大学は電子工学、
この頃の電気工学はよく分かんなかったですね。数学ばっかり。クラブ活動は自然科学部、やっぱり上の方を見て、その後大学で大学天文連盟という略して大天連、天ぷら屋の集まりみたいな会を作りました。その後東大入ってちょっと東大人権闘争というのちょっと暴れまして、ちょっとじゃないかで、その後本当はクビになったんですが、これのおかげで首がつながりまして、不思議と。で、ずっと定年まで38年間勤めた。珍しく。で、部署はですね、地震の情報観測センターって、やたら長いんですよね。仕事としては地震の予知なんです。予知って言っても生地の様子を見るわけじゃないですその後地球の磁場を測る、地磁気を測る部門に、そこで30年ぐらいだ。そっちの方の専門ですね。磁石とか磁場とか人、とにかく吸い付ける方です。人はなかなか吸い付かないじゃあ次、これはですね、あれ実はこれ実に参考になるいい本だったんですね。で、高校生の時に数学は新聞活動なんだけど、これ読むとなんとなく相対論が分かる、相対性原理みたいになんとなく分かる。これ非常によく書けてるんで、本人が書いたかどうかはちょっと分かるんです。その後ろのインベルトという人が書いた様子なんですが、これは岩波だったかな、岩波文庫かなんかで、もうだから60年以上前ですね。ぜひ今中古でアマゾンかなんかで売ってますんで、よろしくお願いします。仕事はですね、地震計測に行ってですね、核実験の記録を計測してたんですね。これは向こうからエアメールが来るんですね。エアメールがアメリカから来て、その核実験とは言わないんですね。どこそこの時間帯と大体の日にち言って、その記録を残せ、送れって言うんですね。それをだいぶ何年かやってました。やたら多いですね、あの頃は。1968年かな、合計で2000回ぐらいです。いちいちやっぱり探知するためにで、普通の地震だと震源があるんでね、とかあんまりはっきりしないんで、だみんな承知で、地震研の学者も承知で送ってましたね。核実験って分かってても、そういう
それと私はほとんど外回りです。あの人間相手にしないんです。あの野山とか、あの一番多いのはですね、お墓なんです。お墓の中に機械を置くんです。なぜかっていうと、あの車も来ないですね。人間うるさくないですね。亡くなった人間ばっかりだから、本当に静かなんです。そういうところでないと、あと携帯のアンテナがあるところは絶対ダメなんです。力測量というのは測れないです。あんな強力なものはないですね。であの機械が目を回しちゃってどうしようもないです。そういうところありますんで、お墓は専門です。仕事がはかどる。真っ白地震がここはあの、まあ、ものすごい地震なんでね、あの一日逃げな感じです。夕刊地震が585回、あの2分半に1回すごいんですよね。それで宿、例えば宿にいるとね、酔っ払うんですね。船に乗ったような感じになるんです。それでこう隣の家が向いてね、意外と隣の部屋が見えるという、そういうところにいました。これは74万回まだ続いてるんです。真っ白ですね。あの大本営とか大本教があったところですね。有名なところです。はい。でこれは地震回数で、とにかくこういう異常な地震というのはないんですね。はい。さっきのあの核実験探知のあのコロンビア大学ってこれ、私立の大学ですよね。私立の大学の、地質学研究所なんです。エアメールで来て、もう先に話して。それをあの記録を取って送る。ただ事実の大雑把に。ただネットで見てもですね、ラモンパー、核探知はやっていないというふうになって、はい。これ核実験の、回数なんですけど、アメリカが、アメリカとソビエト、今のソビエトが一番多いですね。まとめてやってるんです。これだけやると、かなりの、あの、ホールアウトあるんで。最近また、臨界前とかいう、確実験をね、やってる。また、それは、ちょっと後でお話しします。はい、次です。実験はですね、過去数十年で、何千回もやったんです。それで、まあ、最近は少なくなったんですが、威力は数百倍でしたね。それで、一番大きいのはですね、ロシアの5000だったかな。5000、世界最大のやつを
やったんですけど、これちょっと書いてあるんですけどね、今その核の保有は14,525発、これは本当か嘘か分からない。あの逆を言えばね、張り込みがあるかもしれない。わざわざこれ全部持ってる必要もないし、あの維持費が大変なんですね、これ。あの核兵器っていうのは、まあ寿命があるんで、そういうことで、だから細かい数字が出てるのは非常に奇妙なんです。はい、あ、これはの質問の中にあったんですが、核分裂と核崩壊どう違うのか。まあウラン235の場合には約7億年ですね、放射線崩壊で不安定核って言うんですね。安定してないから不安定核。まあ、中性子が多いと。235自体は、自然に、あの、自発核分裂はやらないです。やることもあります。あ、後で出てきますけど、あの、やることもありますが、出てきます。失礼しました。自然核分裂、自然発火ですね。カリフォルニウム、これ235、番号は、重量はうなぎなんですね。中性子を発生させ、235に吸収させます。ウラン235が1個の中性子を吸収すると、236となり、エネルギーが増大して、その核は一層不安定になります。で、まあ絵に描いた通り、あのちょっと色が違うのはですね、紫色と赤になってるのはより不安定になったという意味です。これはで、核分裂を起こして、また2個の中性子を出して、これあの要するにネズミ講じゃない、ネズミ算ですね。ネズミ算的に増えてます。これ1億分の1秒とか、ものすごい短時間で起こるんですね。はい、核崩壊というのは、まあ量子間で電荷同士で電磁気力で反発力が働くんですが、あのあと核力というのがあって、それが見つかってるうちは、あの崩壊しないんですけど、それが負けそうになると、量子と中性子のバランスによって、電子核が不安定。それで、あの、まあ、原子核は放射線を出して、崩壊して安定な、原子核になる。はい、これはあの自然崩壊の様子です。ではアルファ線、ベータ線、ガンマ線がそれぞれ出るんですね。で、核心がみんな違ってくる。はい、次。で、これはですね、ちょっと変わった絵なんですが、あの、
エネルギー、アルファ、ベータ、ガンマのエネルギーを乗せてる。で、アルファ線っていうのは、見た通り高いんですね。エネルギー高いけど、スーッと終わっちゃうんですね。すぐエネルギーを失う、渋滞がでかいしね。で、ベータ線も、まあ、これも一応粒子だから、まあ、その中間超を行くと。で、ガンマ線は、なかなかしつこくて、ずっと、ずっと、そういうことです。で、アルファ線とベータ線は何と比較になりやすい、まあ、表面ですね。表面だけどね、ガンマ線は、だいぶ、これあんまりやってない、はい、すいません、これは、アルファ線は一定の厚さでエネルギーを全部、これ止まれと言っても、めり込むやつもあれと思うね。人間の外側はマイナスなんでね、これアルファ線はプラスなんで、一部取り込むと思う。止まるといっても、これ全部落っこっちゃうわけじゃない、皮膚に吸収されちゃう、メリコもついたらね、ヘリウムの原子がその皮膚の細胞の中に入っちゃうっていう意味ですよ。入ってったヘリウム原子はそのままずっとそこに、わかります。アルファ線ってプラスですね。で、人間の表面はね、マイナスなんです、これ。電池が回ってるから。じゃあ、これ、こう見えると、絶対めり込まないのは、マイナス光で反発してるんです。で、これでもそうなんだ、電気力で反発してることなんです。それが普通の状態なんです。はい。核崩壊と核分裂のこれ比較です、やっぱり出るものが違います、ね、ものもないんですか、なる核崩壊の方が自ら壊れていく、核分裂は中性子に壊され、それでいろんな核子がバラバラ出てる、セシウムとかルビジウムとか、もう消えちゃってる。やっぱ核分裂ってことは、原子核が2つに分かれるっていうことだろ。そうそうそう、分かれる。核崩壊の方は、原子核が1つなの。そう、親は、親を産むのと、自分がバラバラなのの、そういう比較ですね。ところが、その中には変わったものがいてですね、自分で核分裂をやる、その放射性物質、まあこれ235なんだけど、これは地層で、まあ次のあれに出てくるんですが、これ20億年前に、その自然に核分裂を出た、オクロのガボン共和国という、そこで実はフランスがそこで採掘してたんですね。フランス人が掘り出したら235が少ないんですね。要するに燃料になる235が
少ないからおかしい。で、まあ理屈がつかないんでね。それと、あの核分裂がなければ出ないような物質が発見される。結局結論としては、やっぱりその自然核分裂という、これは20年前ですね。20億年。20年前が特にやってるんです。20億年前にやってます。まあ、その頃ね、あの核をいじるような、あれはいないと。大体人類がいないですね、そういう時代で。ところがね、これはですね、これ見つかる40年前だったかな、あの日本人の黒田さんっていう学者が、あの自動的に予測したんです。これはですね、あのブルーバックスの本に一冊と本だって出てます。だから私も昔読んだことなんです。40年前じゃないですよ。昔読んだことある。ただ多分何かためかって通るんだよ。他にはないんだよ。ないんだよ。これ以降を予測するっていうのはね、危なかったね。ありうるね。それでね、あの実はちょっとこの話から離れるんですが、今ホリエモンがあのロケットを飛ばしてますね。ところがね、燃料をどうしようか、宇宙で燃料をどうしようかということを考えたんですね。あの小惑星、ウランの塊のような小惑星があるだろうと。それを見つけて、そこを、まあ、採掘して、あの宇宙を飛ぼうと。原子力ロケット。原子力ロケットなんですよね。で、絵を見たらですね、あの、地上から飛ぶんですね。大変な格好さになっちゃう。やっぱりお探せなんで。これはあの、未臨界、あ、臨界前、どっちでもいいんですけどね、未臨界核実験。これはですね、あの核兵器というのは、賞味期限か消費期限か分からないですけど、お菓子と同じで期限があるんで、まあ、それを確かめるためにやるみたいな。はい、これはね、あの核爆発の臨界状態の寸前で止められる。空手と同じですね。パッとギリギリで止めると。これはプルトニウム、中古の核兵器をプルトニウムにぶつけて衝撃波の反応を見るわけですね。エネルギー障害、劣化状態、安全性、信頼確認、こういうのを何遍もやってます。それは1997年から10回と、ロシアが多いですね、15回。これは核実験禁止条約に反すると、日本のあの反核団体も指摘しています。はい、次。これはその実験装置ですね。これ周りに並んでるのはあの火薬を詰めたやつですね。それで真ん中にあのプルトニウムを置くんですね。
これ上からかぶせてですね、最初の絵のように丸になるんですね。上からかぶせて寸前で、これ直径どのぐらいですか？そんなに大きくないと思うんです。さっきの絵で分かると思うんで、私も大きさは知らない。そんな大きなものはロケットに乗せられない。あ、実験だからまあ少しでかいですよね。とにかく半円球のものを上にかぶせてやるんです。ところがこれ時々事故を起こすんですね。寸止めじゃなくてちょこっと当たっちゃうそういうことが起きるんですね。それで放射能漏れがして調査するところがですね、 NASA なんですね。航空宇宙局、そういう関係が必要なんですか？そういう関係みたいです。はい。先日はね、やったんですね。トランプ政権が17年、にやりまして、この時も、まあ、少量のプルトニウムの、ちょっと読みにくいですね。リンカーマイクって、やっぱり製造から時間経ってると劣化しちゃうんで、その性能を試すという、火薬の衝撃で劣化状態を調べるんです。で、リンカーになる前にピタッと止めるという、そのうまくいくのかどうかわからないです。まあ、アメリカは対象外だと言ってるんですが、繰り返しやってます。非常によろしくないですね。はい。すいません。はい、どうぞ。劣化というのはどういうことなんですか？劣化というのはどういうふうになることを言うんですか？劣化。プルトニウム。あ、プルトニウム。どう、プルトニウム、ちょっと分からないですね。ちょっと分からない。反応はやっぱりこれが、反応するの起こって変化するっていうなんでしょうかね。多分核兵器が劣化するっていう、それはどういうことなんですかって聞かれてたと思うんです。結局だからプルトニウムが変化しちゃうとか、どういうことなんだよ。ただ単純にあれじゃないですか、物質って年数経つとだんだん劣化しますよね。その辺に紫外線浴びて劣化したり、それとはまあ直接関係、そういう単純な劣化と違うんですか？核兵器が劣化ですか？核兵器ということは燃料ありますよね、プルトニウムね、はい、それから爆縮というそのより圧縮する 爆薬が入ってますよね。それから電気系統がありますよね。それからこう包装している金属があって、ね、どれが劣化しても劣化に違いないので、特にね、火薬はですね、固形の火薬だからひびが入る。どんどんひびが入っちゃって使えなくなるんですね。ちょっと別な話で、ロケットの固形燃料も同じなんです。あれも固形なんで時間経つとひびが入っちゃう。ちょっと異常燃焼を起こして爆発したりするんで、だからどうしても何十年かに一遍は入れ替えない。だからプルトニウムよりやっぱりさっき滝沢さん言ったようにね、いろんなところが劣化してる。その全体をテストするという意味だと思うんです。
そうするとイメージとしては、うん、私が劣化中であるのと一緒ですね。いろんなところが分かんないけど。ああ私もそうです。だから全特化しなきゃいけない。肝心な時に爆発しないじゃ困るじゃないですか。そうです。だからその性能の確認をしてるってことでしょ。そういうタイプ。あの保証ですね。そうです。ものすごくお金使ってるんです。ガブランダムとつないで考えてはいけない。違いますね。劣化ウランダムはね。議事進行で、あの、率直、勉強会だから、分かんなかったら分かんないんで、次に持ち越しましょう。で、あの、もう、プラス、今の話を言うと、劣化ウランダムっていうのは、あの、明らかに違います。使ってしまった放射性純金属はまだ使えるんですよ。あの日本語上は劣化っていうのを言ってるんだけど、英語ではデプリーティングって言って使い果たしてしまって、でもあの純金属はまだガンガン放射線出してるんですね。だから使えて劣化ウランなんですね。他方において、あのいわゆるデバイス機械類の劣化とか、あと東海の劣化っていうのは、あの、電気製品もそうなんだけど、置いとくとあのなんかボロッチになると。あの時計もそうですし、はい、あの防犯の警報もそうです。だからあのそういうふうに違うというくらいの中身ですね。あの進行上は、あの持ち帰って分かんない分かんないで言っちゃっていいと思います。今の、はい、どうもすみません、ありがとうございます。じゃあ次行きますか。これはですね、また別なんですが、あのオバマ政権の時にやったZマシンと、マシンガー Z のひっくり返しみたいな。あの、これはですね、実は水爆なんですね。水爆の、あの、未臨界みたいなもので、これ一切火薬は使わない。あの、レーザーとか、そういう核融合の装置ですね。だオバマはノーベル賞をもらってこういうことをやってるって非常に岸から見たんです。そうですね。核分裂性生物質ですね。これは核分裂性物質というのはウラン235は一番有名ですね。で、人工で、まあ、原子炉の中でできるやつ。プルトニウム239とかいう、で、出ます。これは親物質から、あの、作られるわけですね。娘核物質と妙なものが出ます。で、これ、破片か、これがいいね。飛ばしちゃう。で、天然の核原料物質というのは、これやたらあるんですね。これ一日、これ一つ。続いております。まあこれだけありますということで、すいません。これもどういうふうにその確定するかというのを絵にしたんですけど、頭がややこしいです。はい。これはですね、あのちょっとあの算数の問題なんですけどね、よくあの放射性物質というと、要素とセシウムがありますよね。これ要素とセシウムというのは、一緒のところから、一緒の核から出ないんです。計算上出られないんですね。あの、要素とあのセシウムを足すと、235を超えちゃうんですね。そんなものは出てくるはずないです。だから別な元素から別な割れ方をするわけですね。セシウムとルビジウム、要素とイトリウムという、そういう組み合わせができるわけです。
손 하나 힘들었어. 하여튼 今の話をちょっと字にして語れば238代終戦時を休止する過程で核分裂物質に変身する。これはあのこの絵の通りであの次々変わってあの取り込んで変わっていったんですね。そういう絵です。で最後にあるこれみんなベータ線とかアルファ線とかもちろん最初に注射器打ち込んでやるんです。はい、次のこれはですねあの放射線と放射線の発見、これあの放射線って言いますよね、みんな。はい、実はね、こういうものを見て、こうリアルなんですね、これ。確かに線になってるんですよ。何なのこれ。これ、ウラン。真ん中にあるのはウランなんですか。ウランなんです。で、こういろいろ出てるのは何なんですか。これは、ベータ線が多いかな。ベータ線とガンマ線、ベータ線が多い。多い。なんで見えるの？あの、要するに、あの、花崗岩になって、あの、この中に、なんだっけな。霧箱。そう。水蒸気なんですね。雲は見えるけど飛行機見えないときありますね。見えるよ。いや航空飛んでると見えない。余計なことまあそういう状態でこれ本当はあのちょっと YouTube で出そうと思ったのでいいから、はい、それ発見して、ちょっと問題を出します。この4人の中で、ノーベル賞1号は誰でしょう。もうヒントが出てるんです。問題の中にヒントが出てる。何か分かります？ X が出てるんです。レントゲンですね。第1号が意外とあの知られてないんですね。X 線だと。やっぱあのノーベル賞も放射能から始まるとる。はい、次お願いします。レントゲンですね。被害。これはその当時のクルクス管という、まあ、実験を、これはレントゲン出す。専門のやつじゃないんですね。電子を出して観察してるやつ。タバコは金属。はい。X 線ってのはアルファ線がヘリウム原子でベータ線が電子でガンマ線が電磁波。電磁波。X 線ってのは正体は何なんですか。やっぱり電子線だけど。原子核の中から出る電子が出たらベータ線だけど、原子核の外から出るかで X 線。いやあれ電子から電子に製造がかけられて
そこから X が出る。メイド X ね。あとで説明します。X 線は電磁波じゃないですか。X 線はやっぱり電子。いや、電子が加速度が出てる。いや、電磁波です。電磁波です。だから完全に電磁波です。ガンマ X は電磁波です。電波なんです。だから携帯電話のすごくガガガガで激しいです。電波なんですよ。あ、もう一つないです。アルファとベータは質量あるんですよ。重さがあるんですね。物体なんです。でも、X とガンマはペリガロンっていう、こう、和っていう和なんです。エネルギーの波なんです。そうです。だから、X 線とガンマ線は兄弟なんだけども、発生する装置が違うので、名前が装置とか違う。そういうことです。まあ、それは後でちょっと出てきます。それで、これはですね、電子の実験をやったんですね。たまたま格好を引かなくて、その光を当ててないのに、その写真の格好しかに映っちゃったんです。それは変だということで、そこで、なんか金属のものを置いたんですね。影になって映ってるって言うんで、あ、これは、紙は通すけど金属は通さない。そういうことが分かったんで。これが X 線の発見で、はい。これは、なんか、嫁さんの手を取ったんですね。たまたま。いい指が知ったんだ。はい、うん、これがレントゲンが最初に作った本格的な、これレプリカですから本物じゃないですけどね。こう金属に当てて、金属に当てて、ここで当ててる。うん。はい、そういうことです。はい。それでこれはこういうコマーシャルが出たんですね。人間の中を覗けるという。真ん中に変なもの覗いてる人がいるでしょ。ああいうふうに想像したんですね。コマーシャルですよ。これレントゲンのコマーシャルじゃなくて、こういうことができてますという大変なコマーシャルです。はい。これもね、ちょっと木が小さいから分かりにくいんですけど、この中にね、超有名人がいるんです。上の方です。まさかと思う人がいるんですけど、ね、これ拡大できない。いきなり、これ元側ボケてる。あ、ボケてる。エジソンっていう声が上から3番目、うん、はい、正解です。景品はありません。実はですね、エジソンはこれを大量生産して商売をやろうとしたんです。それで博覧会で助手を使ってやったんですね。そうしたらやってるうちにね、助手の叩きに、何の痛み。目です。目です。はい、すみません。ちょっと小さくてごめんなさい。目。いや、エジソンがいいんですよ。目ちょっと痛くなる。助手がね、背中に水ぶくれが。で、これは大変だって、もうやめて帰っちゃったんですね。もうレントゲンももう一切やらない。それから
何ヶ月かかってその女子が引いちゃったんですよ。余計ショック受けてね、あの手引いちゃったんです。あの人大体そういう電気物だとみんな飛びつくんだけど、その時はもう懲りたみたいですね。はい、じゃあ、で、あのX 線あるいはガンマ線同じですからね。それが、被害のあれですね、症状ですね。これは今のあれで合ってんの？こんなもんなの？7で死亡。100%かな？ 100%？ どうだったっけ？7シーベルトで 100% 仕事したっけ？半数致死ぐらいじゃなかった？うん、いや、全部全部でいいの？全部、ああ、うん、あってです、うん、はい、次の、これは放射の三兄弟とか、兄弟姉妹ですね。でこれあの同時にあのノーベル賞をもらったんですね。第3回だったかな、第3回のノーベル賞もらって、まあ非常にただ女性でね、あのノーベル賞をもらったっていうのは初めてで、しかもこれから先もほとんど出てこないですね、女性のノーベル賞。でこの人の場合、運がいいのは旦那がいたからですね、うん、この頃の物理学会っていうのは男社会でね、ほとんど決めたから、だから実験室もですね、学内じゃなくて外の小屋でやってたんですね。オンボロのボロボロの小屋でやって、まあ旦那がいろいろ持ち込んで、ね、まあ逸話があるんですが、あとから融資をしようという財閥がいてね、この実験室来たんですよ。あんまりオンボロなんでね、嘘だろうと思って中開けたら、あの器具が置いてあるんで、ああ本物だという、そういう大変なあの苦労をしたみたいですね。はい、でこの実験室なんですけど、こういう感じなんですね。座ってるおばあちゃんがキュウリ君です。はい、でこの人はこれを取り出すこと、あのポロニウムというのはですね、この人ポーランド生まれなんですね。それでポロニウムという名前をつけたんです。それでこれをよくね、あのポケットに入れてたんですね。本当、怖い話なんです。なんか暗殺に使われるってなかった。はい。で生まれはあのやっぱ確かにポーランドなんですけど、ワルシャワの生まれ61、はい、そしてこれは旦那のピエールですね。でこの頃はあの放射線はがんに効くとかね、魔法の力だ、万能薬だって言われて、それであの旦那の手を見てますよね。これあのわざわざあのラジウムを貼り付けた、ラジウムを貼り付けて実験した。もちろんひどい火傷になる。まあ言ってみりゃ人体実験や。まあひどい話はひどい。ひどい話だと思う。はい、次。これはですね、あの
ラジウムがって、あのラジウム時計の会社に勤めて、あの、あれ筆でこう書くんですね、文字盤をね。文字盤を筆で書くんで、そう。筆で書くのはいいんですけど、こう、補足するために筆で食べるんですね。そこに、あの、ラジウムついてますから、自然とこう、体内に入っちゃうんですね。もちろん、ここに付着するしね。そうすると、あの、放射線障害になって、まあ、顎にこういう腫瘍ができたんですね。これはひどいもんで。これはアメリカですよね。アメリカです。あの軍用です。軍用が多かったですね。あの航空機のあの掲示板はほとんどあの夜光塗料とかラジウム塗料でやったんでね。軍用品です。ほとんど夜見えるよ。夜も見えるよ。メーターが見える。え、ね、メーターの数字が見えるよ。見える、うん。日本でもしばらく使ってたよ。60年代ぐらいまでやってましたよ。やってましたね。うん、やってました。あれ昔のあの目覚まし時計、夜光りました。あれがそうなんですか。え、そう。あ、じゃあ私も枕元に置いてましたけど。その後だんだんなくなったんです。危ないから。それにラジウムが入ってたかどうかも。ああ。うん。はい。ランクが上がるんだろう。すいません。それでこれ確か何人も亡くなってるんですよね、これでね。で調査してやっと分かったと、やっとラジウムのせいだ。まあキュウリもびっくりしたらしい。はい。これはですね、あのウランで作られたこういうガラス器とかね、装飾品があるんです。それはあの、まあ、エジプト時代ですが、古代から装飾品として随分使われてたんですね。ちょっと怖い話。これに例えば水入れて飲むっていうのは非常に恐ろしい。日本だってラジウム放射になって、そうです。あれはもう絶対に良くないですね。あそこは24時間使ってたら大変ですね。まあその前に歌っちゃうからね。お灸と同じですよね。え、お灸と同じですよね。悪やけどという悪いことをするから良くなるかもしれない。ああ、なるほど、ね、うん、はい。じゃあそれこれはあの、キュウリが残した研究資料なんです。ただ100年経ってもまだね、あのあんまり近づけないんですね、これ、うん、放射管ってね、これ自体から放射線が出るようになっちゃう。すごい。このノートがそういう放射線物質になってる。あら、これ恐ろしいんだね。これなんかこの任務が置いてたってこと。ああ、そうだね。そのあれがついてんだね。ポロッと落っこちたぞ。で、これはですね、よく使われる時なんだけど、医者があの15年間ずっとこうエクサインいじくり回してて。皮膚がんになって、この人は多分もう手を落としちゃったと思うんですね。
実はね、最近でもね、小学校か中学校かちょっと忘れちゃったんですけどね、理科の器具でレントゲン装置あるんですよ。私もあの高校の理科の実験室であったんで、ちょこっと行ったりしたことあるんです。ところがですね、それをずっとやってたみたいですね。で結局その子供はですね、手を切断する。でも大変な状態になるんですね。実はこれ低線量って言うけど、低線量なんてもんじゃないかもしれないね。なんかすごいよね。すごい。そういうもん。がんっていうのは低線量でもある。症状は、がんは低線量であっても高線量であっても症状は一緒なんです、うん、かかる頻度が違う。がんだけじゃなくて、なんかやけどみたいにもなってんじゃない。これすごいね、削る、削る。だけどこれ時間がかかってる。発症したんでしょ。そう、15年、これよく、よく使われる写真なんで、はい。で、がんの写真を見て、ひどいから強くあったんだと思いたいんだけど、うん、そこが間違いなんですよ。うん、はい。それで、表紙の、絵からちょっと始めますね。これ74年前。まず放射能とか放射線っていうのは現場からですよね。日本人のほとんど。で、現場が爆発して、多くの死傷者が出て、とんでもない爆弾だということか。落とした方も効果にびっくりしてた。だからパイロットもそのビクビクもんでね、上空へ上がってた。はい、じゃあ、これは何でしょう。これはね、アメリカでオペラをやった。じゃあ次、これ多分その頭、これはその原爆だと思うんですね。オペラをすりガラスで見ようとする、ね、爆発をすりガラスで見ようとする。そうそうそう。まあ、日食じゃないんだからね。日食と間違えた。はい、次のです。これはドクター・アトミックという、まあ、オッペンハイマーです。その実像を、劇場で、これ新作オペラ、原爆博士ってロバート・オッペンハイマー、もともと物理屋で結構いろんな研究をやってますね。有名な研究を論文もたくさん書いて、この人が中心人物と書いてあるんですが、どうも看板のようで、まあ工場長ぐらいじゃないかなと。まあこの舞台裏を脚色して、それで芸術はどう対応すべきかという
問題提起をしたんですね。まあ、要するに、どうこういうものに対して反対してるかとか、問いかける。はい。これはまあ、オッペンハイマーのことですけどね。ヒンズー教の精神にも惹かれたというのは、実はこの人はですね、文学、芸術、音楽、かなりオールマイティーの人でね、文系が 60% ぐらいじゃないかという、別の方でもなんか、祭人なんですね。いろんな科学者がいて、でいろいろ話題がありますよね。とこの人は大体どの科学者とも話ができるっつんで、まとめ役をやったような感じですね。あんまりそういう話が出てこないんですけどね。はい。じゃあブラックホールの研究もやってます。それは本命ですね。ああいう研究やってると、マニアは爆弾作りたくなりますね。そういうの。私は大丈夫ですか。まあ、この人いろいろテレビに出たり、委員会に出たりいろいろしたんですが、まあ、トリニティ実験で、砂漠の真ん中でやったり、その時予想以上だったんですね。予想の何倍かで、まあ、やった本人みたいも腰抜かしたみたいで、でテレビ局で最後にそのヒンズー教徒の言葉を使って、我は死神なり世界の破壊者なりと言ったそうです。はい、まあ、それにそのとおり。で、これ、原爆の過程ですね。ちょっといいですか、すみません。はいはい、どうぞ。オッペンハンマーさんについていい？オッペンさんね。オッペンさんね。マンハッタン計画で原爆を作ったディレクターの役割なんだけども、戦後ですね、なぜか赤狩りにあって、追放されたか逮捕されたんじゃないかな、ちょっとうろ覚えなんだけども、要するに偉いことをしてしまったという気持ちになって、そしたらば赤狩りで迫害されたと。赤狩りじゃなくて赤狩りレッドパーティーアメリカのマッカーシー、そうそう、それとマッカーシーがね、アライの約束を剥奪されて、されたんだけども、テレビが取り戻したと、普通の市民に戻したとかいう名誉回復しましたね。名誉回復。あれ実はね、水爆を作った人と対立してるんですよ。ね、水爆は拒否したの、彼は。エドワード・テラーは水爆を拒否した。テラーがね、反戦運動をやったんです。原子力委員会の役員だったけど、こいつがいると水爆の実験できないっていうね、こいつは共産党員だ、まあ濡れ衣かどうかわかんないけど、そいつに追い詰めて追い出したんですね。だからただこの二人はね、ずっと交流があったんですよ。原爆の時からね、ずっとあって、仲がいいような悪いような関係でね。それでその水爆の父も後に批判側にも行ってるんですよ。そうですね。うん、次々やら悪いもの作っちゃいけないんですよ。要するに悪いもの作っちゃいけない。はい。これは、爆発の瞬間の瞬間は勝手にスイッチが切れちゃった。ロボットと同じ。
あの進化はやっぱり電磁波が出るんですね。ものすごい電磁波。あの核兵器を防御するときに、あのよく原爆とか水爆を使うっていうのは、これを使うんですね。これで妨害するわけですよ。要するにあの当たるわけないんでね、あのミサイルとミサイルをぶつけて当てる、当たるイメージだとほとんど無理なんでね、両方とも音速の3倍とか5倍の速度がね、そこをピタッと当てるなんて全く不可能。そういうことで次に火の玉になります。この時じゃ何万度だったかな、もうものすごく高温になるんですね。だから太陽みたいになるんですよ。だからさっきの竹川さんの言ったようにね、すりガラスで見るとか、このすりガラスで見てしょうがないとか、この時にね、実はあのサングラスであの明るさによって変わるやつありますよね。変更して明るいとこと、スーッとサングラスになる。あれはね、このために作ったんです。軍が懸賞金に対してこういうメガネが作れないかというんでできたんですね。まああれはそんなに反応早くないんですけどね、そういう目的がある。まあ日用品で結構軍用品が混じってるんですね。はい、これいいね。それで実はこれその時にどんなものが出たかという、もちろん電磁波も熱線もで、あの田島さんからね、あのいや原発が爆発した時は注射してないけどね、原発の場合は注射してやってると、そこのところをちゃんと言えと言ってあのこの通り出てますんで、中性子が、言った人も忘れてるぞで、とにかくこの間の時間がね、ものすごく短いんですよね。書いてないから0.01秒なんですね。あ、瞬間なんです。あっという間に、だからあの人間のかけたけどゴルフというのはこの線ですね。これで、あらゆるこういう爆発っていうのはね、あらゆるあの電波っていうと全波出るんです。あらゆる周波数が出る。X 線とかガンマ線とか言ってるけど、他のいろんな様のマイクロ波も出る、他の様々な線が出てる。だからスペクトルを取ると全体にベタッと出るんじゃないですか。この図でガンマ線と熱線以外は粒ですね。ガンマ線と熱線が電磁波ですね。電磁波です。そうです。だからこの頃って言い方おかしいけど、中性子もあのもう粒よりまあ両方ですね、波動でもあるんですね。ものすごい波動ですね。かなり高周波の中性子という妙な言い方ですけど、それが一番恐ろしいですね。両方でどれだけ恐ろしいかっていうのは、まあこの絵だけ見てもよくわかると思うんです。じゃあ、 あの熱線だ熱線だって言うけど、
私はやっぱり熱線は一部だと思う。熱線がなんか50何パーセントだと。その熱線の中身がね、いろいろだと。はい、すいません。爆風か、爆風のこと。熱線がこう、だいぶ占めて 35%。これがよくわかんない。この分類がよくわかんないんですね。どうしてこういう分類ってきてるのか。まあこれ、向こうの公式だからだった。爆弾だからね、その爆発した威力っていうのは、爆風と熱線っていうのは当たり前だ。それで、あの妙な話で、きれいな水爆っていうのがあるんです。それはこの熱線とか爆風を押さえて、この下の放射線を出そうと。何がきれいな水爆かよくわかんない。あの人間だけ殺す爆弾という意味なんです。建物はきれいに残しましょうと。一時そういう中性子爆弾ですね。だからもう建物とかみんな倒壊しちゃう。そういうの一時流行ると。はい。でこれはがんとか白血病の経過ですね。白血病のピークはこういうところですね。はい、最初に出る。出るんです。あとは徐々に増えていくと。すごいよね、これ50年経っても増えてるんですよ。この図はいつ頃作ってるんですか？なんか、放映権の公式資料には出てる。出てる。実はね、固形がんもね、20年ぐらいで山だろうという想像を70年代にしてたんですよ。おー、嘘だね。でそれは間違いというか、それはどんどんどん調べていくうちに減らないと、どんどん増えていくということが分かってきた。今の甲状腺がんも分からないですね。はい。だ初期放射線はほとんどガンマ線と中性子線ですね。その後長期にわたって残留放射線が みんな言ってる死の範囲ですね。誘導放射線にはそこで爆心地で1週間作業すると被爆量は、これ昔の単位でラドですね。ラドって0.1 ぐらいなんだね。で長崎に多いんだよ、これ。長崎の方があれプルトニウム爆弾だから違うのかな。広島はね、裏にいる。結局これ試しにやったんですね。2種類をね、実験的にね。はい。でこれはね、恐ろしいんですが、爆弾開発の直後なんですが、こういう室内で臨界まで、まるっきり室内核実験ですね。とんでもないことやってんです。この頃はね、もう雑でね、例えば原爆
あの最初落とした原爆とかああいうの最後は手作りなんですよ。何人かで手作りこうやって。であの広島型は特に怖いのはあれはちょっと揺らすとね危なっかしいようになった。あの鉄砲型っつって土の両側にあの爆薬入れてこうぶつけるってやつね。非常にあの恐ろしいことをやってたんです。これもそういう室内で臨界を見ようって言うんだよ。これプルトニウムだね。いっぱいになっちゃったらどうすんだよ。これでこの周りにブロックを置いて遮蔽すると中性子が跳ね返ってきますよね。中性子を跳ね返してそうするとだん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 中性子が多くなってきて臨界に達するわけです。そういう実験をねやったんです。誰がやったんですか？今出ます。今出ます。あ、ごめんなさい。青年が出ます、デモンコアという恐ろしいデモンというのは悪魔ですね。あのゆっくり自然分裂を威圧的核分裂、それをやろうとしている、だからこの置いといてですね中性子が出てくるのを逃げていくんだったらいいけど、それをなるアルミのようなパークでこう包むわけですね。包んで逃げ場をなくしてそのプルトニウムの球に当てようと言った。どれぐらいまで当てるとあの核反応が起きるかというちょっと馬鹿げたことをやってたんですね。それところがね、これやってるうちにね、どんどんブロック重ねていったんですよ。そしたら、あの、崩れちゃったんですよ。それでえらいことになったんですよ。臨界超えちゃった。で、これはあの、さっき言ったお名前ですね。で、若いんですよ。24歳で、まあ、真っ只中に開発の真っ只中にいた人なんです。学生さんですね。学生でプルトニウムをいじってた。さっき言ったことは書いてあるけどね、金属でブロックで積み上げた。それがね、キャプター返しじゃないけど、ガチャッと崩れて、それを取り除こうとしたんだけど、間に合わない。重いから、一個一個が。それで、そのまま臨界になって、この人はだから、急性中放射症候群に行って死亡した。はい。そうならね、一度あることは二度あるんですね。またやっちゃうんですよ。とんでもない話ですね。これちょっとやり方が違うんですね。今度はあの、この上にちょっと戻して半球になってますね。もう一つの半球をこう、こうやって押さえていくと臨界になる。完全に抑えちゃうともう大変なんですね。臨界超えちゃうから。そういうバカな、おバカです臨界ってね。そのこの間にねドライバー入れて調査してたんですよ。無茶な話なんですけどね。これはまた少し年のいった先生なんですけど、ドクターで、同僚は背中を向けてたんですが、その瞬間、
音が来たんですね。それがドライバーを滑らした音で、ベリリウム、あの球がベリリウムで、滑って、あの球が完全に塞がっちゃったんですね。だそしたらもう輪郭になる。で、振り返ったらもう青い格好がこうしてきてた。同時に顔に熱波が入った。はい。ね、これちょっと不思議なんだけど、あの放射線見えないっていうでしょ。ところが死ぬ間際に見えたんですね。どういうことかというとですね、人間の水晶体ありますね。水晶体が水分が、だからあのちょっと分かりませんが、あのチェレンコフ効果って水の中通ると光りますよね。放射線が通る。それが起きたんじゃないかという。青い光見て死ぬなんてな、あんまり。ねえ。それで、こういうことですね。細かい字はいいね。あれですよね。JCO で、そうです、事故でも同じです。JCO でも見れたでしょ、青い光。うん、あれは本当に怒っちゃったからね。だから似たよう、JCO とほとんど似てるんですけどね。ただこれはもう、それも何十年前ですからね。こういう失敗をやってるにもかかわらず、日本でまた同じことを やったという。いや、デジオンの話すると、また長くなるんで、あの。これは博士がやったやつね。これはドクターです。まあ、若くて。JCO は作業員。作業員。はい。まあ、おっかない話ばっかり。放射能ってもともとおっかないんですから。で、この博士がですね、何のか後にスローって博士、精神桜になるんですね。唇が青くなって、転倒生活になっちゃう。結局、昏睡状態に陥り、事件後、この過去、35の若さで、あの、前の人の方が、ちょっと、ね、24歳だから。この2件ともですね、あの、広島に落ちてから間もないんですよ。まもないのにこういうことやってる。偉い無神経なんだけど。まあ、はい、次を。じゃあ、ここにちょっと休憩しましょうか。休憩しましょう。すいません。大変面白い話なんで、あの、時間があっという間に過ぎて、ちょうど開始から1時間半ということで、今からですね、10分間休憩ということで。